今日ね、ドタバタクラフト上がるよ。お、これは見なきゃいけないな。いやここね、昨日もつまずいとったんやって。ここな滑るんや、なんか滑る、まあ滑ってないけど滑る感覚が。着地したときあんまり前に行かん方がいいと思うよ。なるほどね。また後ろの方が後ろに行った方が俺もちょっと一緒に見て。なんでうち、なんでうちはしごから落ちるの。あっあここね、いいよ、あれ、あ、いいよいいよ。はい。これもしかしたら壁際でシフトした方が安全かもしれない。あの、なんて言ったらいいんだろうな。ここに立ったとするじゃん。ここに立ったとして、ここを狙ってこう。ああ、なるほど、そういうことか。これが結構安全かもしれない。なかなか落ちないと。これをやったら。だから最後のここも大体まあこうやって横にやってれば安全だと思う。ああ惜しい！回りすぎてたよ。惜しいな。でも今ので近づいたな。ね。今ので近づいた。だ。間違えた。いいね。いや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 。意外とこういうところでつまずくんよな。ここはまあ慣れてたらこんな感じでいけるけども、シフト使った方がまあまあね、安全っちゃ安全。安全っちゃ安全。あえて使わない。おいい。あえて使わない。いい。あえて使わないよ。おーだだだだだ。でしょ。やっかいじゃん。よし。やっかいしちゃう。やっかい。そんでこっからまあソウルサラ。あつい。今やばい、かかとだけなんかもうマグマのヨガの服に当たったかもしれない。あっつ。あ、ここは待つわ。私待つわ。いつまでも待つわ。この中に。オッケー。ほんでここは柵に乗ってこうだな。いけるかな。よいしょ。オッケーです。んで次はこれジャンプしたらまあ階段に乗るからこうやってこう行って。オッケー。んでここハーフブロックでここでジャンプしてこう行くでしょ。問題がこの後なんでしょ。ここなのよ。これは1、2。ここでもつまずくね。これね、でもね、タイミングが分かれば頭打ちは結構、怖くなくなる。なんだろうな。なんつったらいいんだろうな。難しいよな、これ。柵の上でここに乗るじゃん。これで、ちょっと前行ってから。あ、惜しい。そう、そんな感じ。今行けたのに。で、ここの柵でも同じように少し進んでジャンプ。なるほど。ほんと頭打ち嫌い。俺も嫌い。頭打ちほどね、アスレで嫌なものはない。なかなか。もうちょっと前がいいかな。もうちょっと前か。もうちょっと前の方がいいと思う。この辺か。あっと、もうちょっとかな。もうちょい前か。どこに変な方向を向いて落ちちゃった。あーっと惜しい。仕事しろよ。
通すまでになんか時間がかかった今。あ、違うな、まあ、違うな。慣れたらこのまま2個連続でトントンってやったらね、いける。おうち昨日やけくそになってもうここでずっと連打しとったジャンプボタンずっと連打しとったここはまあ歩かずにダッシュの方がいい。あ、いけたいけたいけた。いいねいいね。そう、オッケー、いいね。だ、変えた。たっちゃんがさ、なんか、いや、あ、いけた、いいねいいね、意味不明な動きしてたから何それと思って、うちもやってみようと思ったけど、あやったけど、できひんかってさ、頑張ってすっごい登っとったんや、ね、そういうことで、まあここまで登ったらなんだけど、このまままっすぐ行くよりかは、うん、こっちに移るのね。一旦こっちに行って、こう行って、こうの方がいい。そうなんよ、うちいつも、あ、いつもここでも迷子になっちゃうから。いけるかな。ほと、オッケー。オッケー。で、こっち行って、そんで、ここね、ソウルサンドがあるから、こうやって渡ってと。サンカいけたかと思う。順調にいってると思ったら。いけたかと思って、後ろ振り向いたら、下にいるなこちゃんの頭が見えたの。今ここは普通にジャンプ、うん、こうと、あちょっとなんかあとなんかラストあとちょっと足らんのよな。ちょっとなんかずれてたから怪しいなって思ったよ。いけたら OK で、ここはシフト使った方が安全かも。いや、OK OK OK、ここでもよし、オーケー、いいね、オーケー。あとはここ、お、いけるかな。俺は見てしまった。俺は見てしまった。ステップ踏んでしまったわ。よし、オーケー、いいです。で、これね、斜めにこうやっていった方が早い。ウィー。あとはここを飛んだら。次何があったっけな。しばらく行ったらエンドシティかな。そやな、うん。があったら、こう行ってこうだ。で、こっから、ここの方で、で、ここで、バーン！あさよならさよならさよねさよならで、ちょっと。まずか。最後両チちゃう。クルン系が苦手やねんな。わかる。で、こっから。ほっ。すごい。いいね。イエーイ。よし。怖かった。危なかった。で、ここはこういって。で、これもまあちょっとギリギリでジャンプするような感じの感覚で。こんなところいいよ、登らんの。ねえ、普段登る機会ないもんね。ねえ。で、これはここに行って、シルカーボックスを開けて、ポン。ほい。いいね。いいよ。で、ここは一つの方向で、まあ行った方が早い。ほら、こんなそわそわ行ける。いいよ。で、これはこう行って、あとはそうだな、まあここを普通に渡って、たっちゃん一瞬消えてった。ああ、別の方向から行ってるパターン。
どこ行ったしと思った今。半分見てるようにしてみよう。どういう風に見えてるの。こんにちは。あ、半分見えた、半分見えた。さっき目が見えんかったから。あもう、なんやろな、この最後の最後の方。油断するに。よいしょ。いいよ。怖え。怖え。怖え。怖ホラーじゃん。ホラーよ。半分もうさ、身を隠して見てるって。怖すぎる。Yeah. OK。で、ここは、こう、こっからこうジャンプできる。そう、そこが、あー！あこれね、覚えたら。こいつもいいってなんねんな。怖ーってなんねん。ああやだ。最初のところね、助走つけてハーフブロックのところを狙ってジャンプした方がいいと思う。バーン。怖え。そっから前のブロックへ飛んでポーンポーンポーンって。なるほど。やってる俺はいつも。でもこれはね、本当慣れが必要。よいしょ。オーケー、いいね。オーケー。ここは慎重に。これね、こっからこういけんだよね。知らなかった。え、マジ。こっからほらほら、ここで。危なかったな。危ない。あ、落ちた。こっからこうっていけないのかな。一気に越えることできないかな。まずショートカットはね、そんな知り尽くしてるってわけじゃないからさ。あ、もうすぐゴールじゃ。あと少しだな。でねえ、なこちゃん、うん、こう、ここ行くじゃん。こっからね、うん、こう行けんだって。やば。全然知らなかった俺。知らなかったよ。びっくりしたわ。結構うち早いかも今回。ポンポン。なんか微妙な。微妙だな。あ、でも昨日も40分切ったけど、あら。でも、でも俺からにすると、なこちゃん結構慣れてきてると思う。慣れてきたよ。楽しいもん、最近。